自然硫黄は元素鉱物の一種。化学素性は S。結晶系は斜方象系であり、自然硫黄の多系で単射象系のものは露色イトという独立した鉱物として扱われる。火山の噴気口では、火山性ガスに含まれる硫化水素とに酸化硫黄が冷却することにより、自然硫黄が生成している。噴気口で酸する自然硫黄は、 急速に冷却されて結晶が成長するため、しばしばムクロ症となっていることがある。温泉では、硫黄が消化した硫黄花や湯の花として、コロイド状葉が見られ、白く濁って見える。硫黄は、火薬の原料となる他多くの化学製品の原料として利用される物質である。硫黄はかつては、鉱山から採掘される貴重な物質であった。 ハーマンフラッシュが1891年に開発した摂氏165度の加熱水蒸気を交渉に吹き込み、硫黄を回収するフラッシュ法でアメリカ合衆国のテキサス州やルイジアナ州、メキシコ、チリ、南アフリカ共和国の鉱山で大量に採掘されていた。この方法は蒸気の火山性ガスからの硫黄の石質の逆反応である。取り出されたガスを冷やすと硫黄が石質する。 しかし、石油生成の脱流による、副産物や、発電所や大工場の脱流装置の副産物として、大量の硫黄が供給されるようになった。これにより多くの黄鉱山が閉山となった。単体黄を産出することで古来から、有名なイタリアのシチリア島では、崩壊石や石膏の隙間に、自然硫黄の結晶が成長しており、石膏等の硫酸塩鉱物や、 その他の硫化鉱物がゆっくりと変質して自然硫黄が分離したものだと考えられている。日本には硫黄の産地が数多く存在し代表的なものとして神奈川県箱根の大涌谷や栃木県那須の茶臼岳などが挙げられる。日本には火山が多いため火口付近に露出する硫黄を露天掘りが容易であったことから硫黄採掘の歴史は古く。 早くも8世紀の俗日本紀には、信濃国から朝廷へ、異様の現状があったことが記されている。鉄砲の伝来により、火薬の材料として、中世以降、日本各地の洋鉱山開発が活発になった。江戸時代には、洋付け木として火を起こすのに用いられた。知床洋産の噴煙明治期の産業革命に、至り、鉱山開発は本格化する。 純度の高い国産硫黄は、マッチの材料に大量に用いられ、各地の鉱山開発に白車がかかった。1889年には、知床硫黄山が噴火とともに、ほぼ純度100%の溶解硫黄を大量に噴出した。硫黄は沢伝いに、海まで流化し、当時未踏の地だった同地に、工業関係者が殺到したという。昭和年代の朝鮮戦争時には、 硫黄価格がつり上がり、黄色いダイヤと呼ばれ、高工業の花形に成長する。昭和30年代に入ると、資源の枯渇に加え、石油の脱流装置からの硫黄生産が可能となり、生産方法は一変する。エネルギー転換に加え、大気汚染の規制が強化されたことから、石油の複製生物である硫黄の生産も急増。医王の生産者価格の下落は続き、 昭和40年代半ばには国内の陽光山は全て閉山に追い込まれた。ありがとうございます。